今週のラクうまクッキングはスペシャルウィーク、旬をいただき泉水料理上手への道。私が探してきた秋の味覚を使って今日は食欲をそそる料理を作ります。ということで私が訪れたのは秋の味覚の聖地、広島市中央卸売市場です。場外にも箱びっしり。すいません、はい、今秋のこれからが美味しい野菜探してまして、はい、何かいいものはないですか？いや今からもうさつまいもでしょう。わん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 。貯蔵することによってですね、このでんぷん質が糖に変わって、まあ、甘くなるという。へ、11月下旬12月ぐらいからやっぱり美味しいですね。やっぱ鍋商材になりますから、まあ、白菜とか肉厚があるのがいいのと、まあ、切り口がやっぱ綺麗ですからね、鮮度がいいですから。ここが綺麗だと鮮度がいい。白抜きとか、ね、やっぱり寒さが当たればまた美味しくなりますから。さあこの日この中から私が選んだ食材は、ほっこりスイートポテトを作ります。ポンということでこの今が美味しいさつまいもを使って今日は美味しいスイーツ、はい、スイートポテトを作っていきます、はい、山本先生よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まあ、先生クッキング、はい、まあ、スイーツに挑戦ということで、うん、ちょっと難しいかなと思うんですが、うん、スイーツでも簡単にできますか？これがね、多分一番初心者向けのレシピだと思うよ、はい、あ、スイートポテトが、うん、今までバレンタインデーでチョコレートクッキーは作ったことありますが、うんうん、スイートポテトも初心者向けの一番見やすいと思う。なるほど、私にぴったりです、はいはい、では早速作っていきます。クッキングスタートです、はい、まずは主役のさつまいもです。これをね、3センチの輪切りにしてください。はい、端はちょっと切っていただいて、はい、端を切ります、はい、ね、はい、いつも得意な猫の手でいいんですけど、はい、今日は芋が硬いので、はい、しっかり芋を握って、はい、あ、なるほど、しっかり持って固定して、はい、しっかりさつまいも硬いですよね。硬いですもんね、はい、本当だ、そんな風に、はい、3センチ、そこからが難しいよね、ちょっと斜めになってるからね、こからがね、はい、ひっくり返して、ここはちょっと捨てましょう、はい、はい、そしてね、ちょっと切り方をね、お教えしますね、はい、とにかく真ん中取りますか、ちょっと一回、はい、真ん中、それ楽ですから、はい、はい、真ん中取って、皮を剥いてください、皮を剥きます、はい、剥けますか、ほらほらほら、皮も硬いですよ、硬そう、ね、ここそう、皮がね、これからこの指が危ないから、はい、芋をこう、ちょっと掴むように、あ、こう持っていい、はい、持って剥きましょう、楽でしょ、今日も2画面でお送りしています、はい、緊張感が伝わると、いや、それなんですよ、硬いですからね、でね、ドキドキしながら見てるけど、そう、硬いんです、皮が硬いんです。あ、でも調子いいですね、はい、そういう持つと楽でしょ、持ち方なんですね。そうなんですよ、うん、でね、今日はほら、綺麗です、ピーラーで剥いてもいいんだけども、はい、芋って結構いっぱい芽があるんですよ、うん、だから、はい、二度手間になるので、はい、こういうふうに芽も皮も見ながら、なるほど、はい、と早くもさっきの持ち方が違うんじゃないですか、教わったすごいですね、教えてもらったことを15秒で忘れるというそうか、そう、じゃあ芋の場合は、うん、そんなに薄く皮を剥かなくても、はい、芽があるから、そうなんです、芽も取るような感じで、削いでいきましょう、芽も取る感じで、ちょっと厚みがあるくらいでもいいですね。そう、いっぱい残るとこう、あと取るのが大変だからね。あ、綺麗綺麗、すごく綺麗。はい。ね、はい。はい。はい、です。でも、はい、今度難易度これ端っこになりました。これ、はい、難しいよね、はい。これ同じようにできないんですよ。こう角度が違うから。だからこれは縦にこう。少しずつ斜めに入れていきましょう。そう。おお。ね、おー手切らないでくださいよ。そう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 。ゆっくりゆっくり。さつまいもの
皮を剥いてるだけなんですけどね。成長したように思います。すごい力入ってるし。そうそうそう。だからですね、山本さんが芋剥いてるとあスイートポテトかなと思いますけど、うん、センスイさんがね、うん、カッポギで芋剥いてると、はい、今日はふかし芋かなって感じですね。今から芋ふかすのかね。はい、OK です。おー、いけたいけた、はい、出ました。いいです。はい、はい、じゃあこれちょっとゴミをここに置いて、はい、でこういう風に、はい、3日間で確実に包丁使いは上達するんじゃないですか。先生、成長してきたような気がします。さつまいもこれ2つ分です。そうですね、 300g ぐらいね、はい、それからバターも切っておきましょう、はい、バターもこういう風にあの塊であるんですけど、はい、1センチ角ぐらいに小さく切っておいてください。1センチ角ぐらい、縦にする、はい、縦に切って、縦に切って、で、いや、あ、もう一回、こうか、うん、そうですね、はい、それを4つぐらい切りましょうか。はい、ではまあ切ってちょっと置いておきましょう。バター切ってます。はい、バター、はいはい、細かく切りました。はい、はい、入れておきましょう。いいですよ。はい、はい、じゃあさつまいもを鍋です。はい、鍋ですね。ね、ここにねゆっくり並べてください。はい、はい、これちゃんとこうやって並べた方がいいんですね。そうですね、あのね、小さい鍋で意外とこう窮屈な方がいいです。窮屈な方がいい。敷き詰めてあげた方がいい。そうですね、ほら、ちょうどいいでしょ。はい、はい、こんな感じです。はい、そこにお水を入れましょう。はい、どうぞ。じゃ先生、ストップを置いてくださいよ、はい、これですね、水を入れすぎないように、はい、入れます。もう少し入れましょう。ここがしとるくらいですね。はい、はい、これでちょうどいいですね。はい、水がねちょうど浸かりましたね。はい、はい、全てのさつまいもがちょうど浸かるぐらいの、はい、はい、だからあんまり多くなくていいんですね、水の量は。そうなんですよ、これは大事なところなんですよ、はい、鍋を小さめにして水を少なくすると、はい、さつまいもが水っぽくならない。へー、あの、美味しく茹で上がるんですよ。はい、はい、でもう一つは、はい、お水からです。はい、はい、今水入れましたよね、はい、お水から茹でていきます。はい、根菜類は土の中にできるでしょ、はい、で葉っぱは土の上にできますよね、うん、だ、まあ、そうですよ、大体お野菜って、はい、で根菜類は全部水から茹でるんですよ。なるほど。で葉っぱの方はお湯から茹でるんですよ。いや、私ね、じゃがいもを水から茹でるじゃないですか、はいはい、ずっと思ってたんです、はい、なんでじゃがいもは水からだろうと。根菜類、土の中で育つ野菜は水から茹でる、はい、上に育つものはお湯から茹でる。そうです。つまりじゃがいも以外もたくさん水から茹でなきゃいけなかったんですね。そういうことになりますね。そういうことです。根菜類は水からなんですね、はい、特に大根とかね。なるほど、これ潜水メモです。はい、はい、では茹でていく間に、はい、これ何分ぐらい茹でればいいですか。そうですね、12分から15分ぐらい。はい、はい、そうするとこういうふうになります、はい、今日は茹でたもの、はい、はい、いいですか。こういうふうにお水も半量になって、はい、こういうふうお水がないと味がここに詰まってる、うん、だいぶ黄色も増して、はいはい、ちょっと試してみますよ、はい、どうぞ。スーッと入れば OK。 あ、もうすぐです、ね、あ、スーッとね、はい、はい、通ります、はい、じゃあこれを一度ザルに取り出しましょう。はい、ザルです。はい、スライドしてきました。はい、一度取りますね、はい、取ります。さっとね、で、それをもう一度鍋に戻してください。はい、はい、水を切ったら鍋に戻します、うん、はい、もうね、ここでもちょっとホクホクしてるんだけど、はい、これを美味しそうですもん。もう一度で辛入りしてください。辛入りする、うん、はい、はい、こちらが潜水メモです、はい、そうです。辛入りするとさっきのちょっと水っぽいとこから、うん、本当に今日のほっくりとしたさつまいもになるんですよ。水分を飛ばしていく。辛入りの一手間がほっくりのポイント、うん、そう、ほら、もういいでしょ。そうとしてるうちに、はい、はい、そんな感じでいいんですよ。水のこのテカリがなくなって、うん、はい、はい、水気がなくなりました、はい、はい、そうです、はい、じゃあこれをボウルに出していきましょう、はい。もうこの状態でも、もうこの状態でも食べたいぐらい、ね、ホックホクです。さっきから先生さん、好きあらばちょっともう食べようとします。これは
ちょっとつまみ食いしないように注意、ね、でマッシャーかなんかの、はい、とかちょっと重めの、すりこぎとか、はい、綿棒とかでこう潰してください。はい、はい、もうホクホクなってるんですぐに力入れなくても。あ、本当だ、ね、あ、そして香りがいいですね。うん、潰していくとよりいい香りがします、はいはい、じゃあここにですね、さっき小さく切ったバターを入れていきましょう、はいね、これ小さく切った意味はここにあるんですけど、うん、こういうふうに小さいバターを少しずつこう散らばしていくと、はい、このさつまいもの熱でスーッと溶けていくんですよ。ははは、もう早い、ね、本当だ、すぐバターが溶けてなくなりますね。そうすると溶けるのも早いですし、そのお芋にもこのバターの風味がね、うん、入ってくるんですよ。だから1センチ角に切ったんですね。そう、うん、いい状態。もうこんな学校から帰って家でこんな香りしてたのも最高ですね幸せな香りがする、はい、どうでしょう、まんべんなくバターが溶けたかな、はい、もういいと思いますよ。どん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 今からまた混ぜていきますから。はい、はい、ちょっとしっとりしてきました。はいはいはい、OK です、はい、そしてはお砂糖を入れましょう。ここに、はい、お砂糖、はい、入れてください。はい、30g、はい、そしてでゴムベラで混ぜましょう。ゴムベラで混ぜる、はい、はいはい、でこれもね、お芋があったかいので、はい、砂糖もスッと溶けるんですよ、うん、とくるっと回してください。ちょっとお菓子作りのように生地を混ぜるみたいな。お菓子作りっぽいですよ先生さん、お菓子作りっぽいですよ。これですか、はい、お菓子作り慣れてるこの人って感じがしますこの作業ですね。いいと思います。はい、じゃあこれから牛乳を入れるんですけど、はい、ちょっと今日は香り付けにバニラビーンズも使います。はい、はい、ちょっと見てください、はい、まず普通の牛乳と、うん、これですね、うん、バニラビーンズ、うん、このね、どうですか、この木の枝みたいな、はい、はい、今日5センチの、サバに切って真ん中を縦に切ってるんですよ。そこを開くと種が出てきます。わかります、この中に黒いちっちゃいつぶつぶが入ってます、はい、もう粉みたいな感じですね、はいはい、これを竹串で取り出しましょう、はい、いや、こうやって使うんですね、はい、バニラビーンズって、はい、それを牛乳に入れるんですね。そうですよ、そうすると牛乳にも香りがつきますし、こうダマになっているところがスッとねほぐれてしまいしきて、そでこの状態で売ってるんですよね。そうですそうです。これ長いよ本当は。長い。それを今5センチに切って、5センチぐらいに切ったら出てくるの。はい。はい。それで混ぜましょう。はい。はい。プリンの中に入ってるね、黒い点々しか見たことなかったですけど、やっぱり香りがいいよね。いい、すごいいい香りです。でもまあない人はバニラエッセンスとかね、ちょっとバニラの香るものね入れていただければいいと思います。うん、はい。バニラエッセンスでもいい。はい。本格的。はい、じゃあ少しずつ入れていきますよ、はい、今日ねこれ40g なんだけども、はい、一気に入れないでください。少しずつちょっと入れて混ぜて、はい、こう生地をこう緩めていくという作業ですね。だから芋によっては、はい、多いかもしれない少ないかもしれないので様子を見ながら入れていきます。じゃあそんなにこう、ね、うん、ねっちょりしない方が、うん、芋の種類によっても違うからね。混ぜ方完全にマスターしましたねありがとうございます、はいはい、お菓子作りの混ぜ方ありがとうございます、何事もまず形から入るタイプですねそう言われると楽しくなってきますよねそうね、はい、もうスイーツが作れる女子ってかっこいいよね。いや、本当それです。確かにね、はい、かっこいいですね。でね、今日のスイーツは本当お子さんにぴったり、はい、もう材料が、うん、お芋、砂糖、牛乳がほぼですからね。そうですよ、もう本当にお家にある材料でね、はい、どうでしょうか、ちょっと触ってみて、うん、手にくっつかなければいいです、うん、ほら、あ、ちょっとね、はいはいはい、わかる、こうめちゃっとつくと牛乳の入れすぎになるんですよ、はい、だから少しこれ余ってるんだけども今日はこれでいいです、はい、手にくっつかないくらいの、はい、はいはい、生地っぽくなってきました。ありましたね。そしたらじゃあ丸めていきますよ。はい、はい、アルミオイル、そうですね、アルミホイルがつかないと焼くって、アルミホイルアルミオイルっていうのは初めて聞いた、ね、私もえって思ったんだけどアルミホイルを用意してここから成形ですね、はい、そうですね、手にくっつかないっていうのがこう目安です、はい、でこういうふうにこれもお芋の形に、そうですね、してください。はい、いい感じですよ。入れていきましょう。
ちょっとね、さっきもだけどお芋の先はちょっと尖らしくして。あ、そうですね。そうですね。山本さんがやるとスイートポテトだなと思うんですけど、センスイさんがやるとボタモチなんじゃないですか。微妙な形の違いがあります。そう、ちょっと違うね。うん、先の方もさつまいもの形をイメージしてくださいね。そうです。あ、またこの細かい手の作業をね、2画面でお伝えしております。先ほどのさつまいもの皮むきについてはですね、今名もネームとぼけた猫さんが、キャー怖い、サスペンスより怖い、センスイさんのさつまいもの皮むきが怖いこんなにドキドキさせてしまいました。ここは丸ベルだから、もう大丈夫です、安心ですね。はいはいはい、OK ですよ。はいはいはい、OK です。はい、じゃあ最初、形も良くなりましたね。はい、じゃあ先にやってました、あの、そしたら卵黄ですね。卵黄ですね。はい、これを塗っていきます。はいはい、どうぞどうぞ、はい、して混ぜてたっぷりと塗ってください。どうぞ。はい、塗ります。はい、あれかな、ちょっと難しそうよ。持った方がいい。あ、持った方がいいと思う、うん、持ってここ広げて、そして塗ってください。このね、たっぷり塗ると、はい、焼き上がりにすごく照り感が出るのと、はい、焼き色がきれいにつくんですよ。もちろん色も黄色になって。なるほど。だから、あの、大丈夫ですか。はい、丁寧に肩、力が入りすぎちょっと力入りすぎ全身運動ですね、これは。全然こう簡単スイートポテト作りは全身運動です。全身運動です OK です、 OK です。はい、大丈夫です。こういう風にして、はい、今からオーブントースターで焼いていきます。はい、はい、だいたい8分ぐらい、はいはい、焼いていきます。はい、なんとですね今日は実は焼き上がったものがあるんですねでもね、これね、本当ね、センスイさんが作ったのよね。そうです、リアルで先ほど作らせていただきました。はい、作っておいたんですよ。いいですよ、この卵黄を塗ったところの焼き色ね。で、盛り付けていきましょう。はい、綺麗にできてますね。はい、でもこの香りですね。うん、先生どうでしょう、 OK ですかはい、ほっこりスイートポテト出来上がりました。はい、盛り付け雑さあ、では材料を見ていきましょう。はい、今日はさつまいもを使った美味しい甘いスイートポテトです。さつまいもを茹でるときには小さい鍋で、水の量はさつまいもがちょうど浸るくらいにしてください。これでさつまいもの美味しさを逃しません。そしてさつまいもなどの根菜類は水から茹でることが基本です。鍋に揚げた後、から煎りをすることでペチャッとするのを防ぎます。バターは小さく切ってから溶けやすく風味プラス。牛乳は生地の様子を見て調整してください。ではどうぞお召し上がりください。甘い、いい香りがしてます。これも間違いなく先生さんが作ったものなんですね。作りました。はい、いい照りも出てます。うん、おいしい。やったー、ものすごいホクホクしてますそうなんです。わ、でもかといって喉が渇くような感じじゃなくて、うん、甘さがね、ちょっとちょうどいいですね。甘さがちょうどいいですね、うん、絶妙ですね。そうなんです、本当にさつまいもの旨み、甘みですよね。うん、これ男性も好きな甘さですね。はい、嬉しい。ぜひご家庭で試してみてください。うん、さあ、スワイダー料理の川添さんがサーモンムニエルレモンバターソースを教えてくれます。山本さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。